皆さんこんにちは、一岡元気です。本日はですね、ちょっと皆さんに注意をさせていただきたいなと思いまして、動画を撮らさせていただいてます。数日前にですね、こんなツイートが拡散されていました、PSP のバッテリーが膨らむ注意喚起が話題ということで、PSP を持っていたけどここ数年使っていないという全人類へとにかく探してバッテリーを外すのです。私だけでなく家の人の姉のバッテリーも膨らんでいました。 PSP はバッテリーの蓋が先に外れる作りになっているので安全設計ですが、危険度はゼロではないのでというですねツイートが、ちょっと僕もですねこれを見て PSP 家にあったのを探してみました。こちらです。ちゃんとね綺麗にしまってあるわけですよ。メルカリでいつか売ろうかと思って見て、モンハン仕様、開けてみましょう。おお、ちょっとね膨らんでますね。でもなんかツイートをね見てる人を見ると、もうここら辺がこの蓋がね外れちゃっていたりとか、バキバキに割れてる人とかね、すごい膨らんでる方もいました。まあ、これねモンハン仕様でね元から大きいっていうのもあるんですけど、丸まってはいます。家にはいくつか PSP もありました。あと伊藤くんがね、伊藤くんの妹さんがね持っていた、使っていた PSP ですね。これどうなってるんでしょうかと思ってね、しっかり見てみるとなんかちょっとね外れかかってますね。おお結構飛び出てますね。なんか下も上もちょっと膨らんでますね。でね、これ何が原因かっていうとですね、これですねリチウムイオン電池っていう電池なんですけど、この電池の中でガスが発生していることが原因なんです。この状態では絶対に充電はしないでくださいね。あ、こっちはね充電できますね。ただ点滅が充電だったかどうかわかんないですけど、とりあえずつきますね。こちらバッテリーがかなりパンパンに膨らんでいた方、刺すと、やっぱりですねリチウム電池の保護回路が働いて充電ができないみたいですね。 3DS とかでもですねパンパンになってるっていうツイートがありましたしね、昔のパソコンとかでもリチウムイオン電池がですねパンパンになってる件とかねツイートされていました。古いですねこう充電できる電気機器を持っている方はぜひねちょっと確認していただければと思います。リチウムイオン電池の実験に関してはですね以前やりましたので下の説明欄から見ていただければと思います。まあね、リチウムイオン電池簡単に説明すると、電池っていうものは2種類の金属が電解液の中に入っていると電池になるんですが、できるだけ電解液に溶けやすいイオン化傾向の大きい金属と溶けにくいイオン化傾向が低い金属を組み合わせた方が高い電圧を取れる電池になりやすいんです。そこでですねリチウムという金属がとてもイオン化傾向が高いので、そして軽いので携帯電話とかパソコンとかいろんなところに便利に使われているんです。ちなみにですね、リチウム電池ではなくですねリチウムイオン電池なのかというのはですね、まあ一つは充電できるということ、もう一つはですね今から実験をしてみればわかると思います。はい、こちらがねリチウムという金属です。ちょっと取り出してみましょうか。はい、こんな感じでね黒い塊が入ってます。ちょっと取り出してみます。黒くなっちゃってるな、やっぱ酸化してる。はい、見てください。このリチウムという金属、とてもね軽くてしかも柔らかい金属なんですね。ちょっと切ってみますね。カッターで切れます。リチウム、とてもね錆びやすい金属なんですね。ではちょっとね水の中に入れたらどうなるのでしょうか。やってみましょう。いきます。はい、じゅわ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 。これはですねアルカリ金属であるリチウムが水と反応して水素を発生させてるんですね。水素がもし発火点、そのままで発火する温度までいくと燃えてしまったりとか爆発してしまったりとか、そういう危険性があるんですね。はい、こちらですね、よく化学の実験でも使われるナトリウム、これもアルカリ金属でリチウムよりもね反応が激しいです。こんな感じで入ってまして、でこれも柔らかいので切れます。まあね化学理科の実験ではおなじみの実験ですね。ちなみに濡れているのは水ではなくてですね油の中に入れてますね。では入れてみましょう。ナトリウム、こんな感じです。おお、おお、
はじけました。こんな感じでね、危ないんですね。そうなんですね、今発生してるのは同じく水素なんですけど、527度ですねを超えてくると水素が発火点になりますので、発火して爆発してしまうと、こういうことが起きるんですね。なのでリチウムであっても条件がちょっといろいろとね揃えば爆発する可能性があるということなんです。さらにね、反応が激しいカリウムという金属もあります。おー、厳重に缶に入っていてすごいな。はい、こんな感じですね。さあ、これもやりたいところなんですが、今回はカリウムあんまり関係ないので電気ラボのチャンネルで今後やりますので、ぜひねチャンネル登録お願いします。リチウム単体のリチウム電池は今のようにちょっとですね、割れたりとか水の中に落としたりしたら発火の可能性があったりとかするので危険なんですけど、去年ですねノーベル化学賞を取った吉野先生がね発明したリチウムイオン電池というものはですね、リチウムの化合物を使って安定化させることに成功しまして、とてもね使われるようになりました。でもやはりですね、安全といってもですね、いろいろな保護回路を中に組み込むことでより安全に使われているようになっていまして、取扱説明書通り使わないと発火とか爆発とかの危険になる可能性もあります。そのためですね、過充電とか過放電とかするとですね、ショートとかしてですね異常発熱とかします。なので過充電を防ぐために 100% の充電になったら充電が止まるように安全回路が組み込まれていたりとか、膨張の原因となっている過放電ということがね起きないように放電のね安全装置が組み込まれていたりします。このリチウムイオン電池の事故いろいろ起きてますけど、一番事故が多いのは、ちゃんとした充電器で充電しないために充電をしすぎてしまって発火とか、あとワンちゃんがですね噛んでしまったりとか、これを落としたりすることでこれがね壊れてしまって発火したりとか、今回これがねパンパンになった原因簡単に説明すると、過放電、充電されているはずの電気よりも低くなってしまった時に、負極に使われている銅がですね一回イオンとなって溶け出します。それがですねまた銅の金属として析出することで、プラスとマイナスがつながってね短絡ショートしてしまって、そこでガスが発生したことが原因と言われておりますね。爆発の可能性がありますので、ぜひですねこう膨れているリチウムイオン電池を見かけた方は絶対にですねもう一度充電したりしないようにしてください。リチウムイオン電池できるだけ長く持たせるためにはですね、高温多湿とかを避けて保管することと、しっかりね取扱説明書も読んでそれ通りに保管した方がいいですね。今回PSP でしたけど、他にもね 3DS とか携帯電話とかパソコンとかにリチウムイオン電池使われてますからね、それぞれのメーカー保証期間とかありますから、それをね過ぎたらね、きちんとチェックしてね、リチウムイオン電池もう使えないなと思ったらね回収に回した方がいいと思いますね。家電量販店とかで回収とかもしてますので、そちらに持っていくようにしてくださいね。今回はですねツイッターで話題になっていて注意喚起されていたんですけど、ツイッター見てない方、 YouTube とかしか見ない方にもですね知っていただきたいと思いまして、ちょっとねこういう動画を撮らさせていただきました。本日はですね皆さん気をつけていただいて化学機器を安全に使っていこうというお話でした。またですね皆さんのためになる動画とか化学が素晴らしいと思える動画上げていきたいと思いますので、ぜひねチャンネル登録と高評価をお願いします。 Twitter、TikTok、Instagram とかでも情報を上げてますので、ぜひそちらの方の登録もお願いします。